目的ですであの本論に入りますけれど皆さんもご存知かもわかりませんけれど2022年からすべての国立大学のすべての学部で2022年から AI の授業を行うということを文部科学省が方針として発表しているわけです。でこれはやっぱり必ず我々の分野にも影響を与えるに違いありませんし同時に大学の 関係してられる先生方は多分動員されて AI の授業をされるに違いありません。であのこのすべての国立大学の全学部でこの AI を授業を行うということをなぜ政府がそんなふうに決めたかというとやっぱり、えー、いわゆる2000年代から始まった第三次 AI ブームということに関係すると思います。で AI ブームというのは 1> 第1次が1960年頃が中心でして第2次が1980年代がでこの頃は、うん、結構コンピューターというのは単純に計算するだけゃなくて人がやるようなことも結構やるんだなということを示してきているわけで情報の方にとってはとっても面白いある程度面白いわけですね。 計算機が結構人間に真似できるなっていうのことで面白かったんですけどこれよその分野のものにとっては何も面白くないわけです。何もってても失礼に当たりますけれど人間ができることをやったってそお遊びじゃないという感じだったわけですけど、えー、この2000年代から始まった第3次 AI ブームっていうのはちょうど時代がビッグデータの時代でしたので AI しかできないことが人間にはできないことは AI をやっちゃうと。 いうそういうい時代になったわけですねグーグルとかもちろん先頭を立ってどんどん AI を開発して自社の経営戦略の中に取り入れてるわけですねだからこそ文部省は全ての国立大学の全学部で、まあ、まあこういう感じで、えー、それを推し進めようとしてるわけですで一方具体的に例えば長浜バイオ大ですと これ学長が若い学長でしてあの学長がトップダウンで今年の秋から第新入生1回生に対して全員に対して AI をの実習授業を受けろと設定せよと決めてしまったわけですね AI の授業を1年生ですからまあ高校出て半年しか経ってないそういう学生に対して全員 必修で受けろとやっってしまったんで,すでこれを置きますと私は直接の探偵担当ではありませんけどななかなかもって大変です一体バイオの分野を目指している学生に対して AI をどうう教えるんだろうか興味持ってもらえるんだろうか何を教材にしたらそんなことがうまくいくんだろうか。 まあ,まあ、ああいうある意味で非常に大きな戸惑いがあり戸惑いがありますそれであのその先生方が選ばれたのがこのソニーの NNC のシステムウィンドウの図のシステムですこれを一回生に教えろとそういう具合に決めたわけですで高校の,高校,の半高校出てから半年ぐらいしか 立っていない学生に教えるわけですからその教材を、まあ、僕が年を取っているとはいえボケているとはいえ高校を卒業して半年経ってる人が理解できることが俺が理解できないわけはないんじゃないかなと思ってそれでやったらほんまにバシッといったということです。であのえっと、今回は従って皆様にも 多分大きな進化学も遺伝学も AI が影響を与えますでしょうし皆様が多分教員として学生に教えなきゃいけないかもしれないんでいかに AI が身近なものであるかは使おうと思えばあっちうまに使えるっていうことを理解をしていただきたいということでしてみたいと思います。それであの人工知能っていうのは まあコンピューターに人間の知能を身につけさせるのはあれですけれど、まあ、2000年から始まった第三次 AI ブームというのはビッグデータの登場で有用性が明らかになったわけです。もう企業としても経営戦略としても,もう重要な位置になるわけです。で AI の場合は実は教師あり学習というのと教師なし学習というのがあって。 それから今一番盛んになまあいわゆる自動運転の自動車とかそういうものは強化学習という感じが今登場していてあの強化学習的なものがやっぱりグーグルなんかは非常にまあ力を入れてるわけですけどもう一つ AI に後で説明しますけど理解可能理解できる AI と。 理解できない a i っていうのがあります。で理解できない a i っていうのは。a i がどん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 賢くなるんです。どん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  a i が賢くなるんだけど。なんで賢くなったかがわからないというタイプの a i があります。理解。理解できない。a i。それに対して。なぜ賢くなったかっていうことが理解できる a i があります。 AI と呼ぶようですけどエ l スプレイナブルあ、えー、説明できる AI がありますで今回最初は説明できる AI の方を紹介をしてその後理解できない理解できない AI みたいなものも紹介をしたいというように思いますであのなんであれですかというと、まあ、分野そのものにも影響が必ず出てくるのは明らかなのは まあ例えば MIT テクニカルレビューなんていうところでえ野生の動物の写真をここちょっとアンダーライン忘れましたけど320万枚の320万枚のフィールドワークの写真を与えたら96.6%の正確さでえ野外の生物を分類したということをします。ですかかららこれからはもう いわゆるフィールドワークの時には AI といいいのははすすごい勢でいでインベードしていくはずですで、まあ、あの海はこ,のこれからいろんな資源になるということがありますけれど、まあ、IBM なんかは AI を活用した海中顕微鏡なるものがでいろんな微生物プランクトンとかそういうものの分類を時々刻々自動的にするようです。 でいわゆる日本でもディープラーニングで見分ける生態系の動態、まあ、まあこんなことが起きていますから間違いなくフィールドワークは影響を受けるはずです。であの我々の遺伝学とか進化学ではどうかということですけどあのいわゆる転写因子の結合だとか転写エレメントとそれからメチル化とかヒストンのアセチル化 ヒストンのメチル化あるいは DNA メチル化こういうデータが山のようにありますでこれは数値データですからすぐに AI に乗りますで、えー、昨日のお話で岸野先生がエキセルがあればもう統計可能って言われるあれ統計あのー、実はエキセルデータがあれば数値データがあれば AI はそのまま乗りますであのー、ただ AI に乗る上でちょっと工夫がいるものがありますそれはあの我々の延期配列みたいなものは延期配列みたいなものはそのものでは数値データではありませんでこれはあの単語に分けていわゆる言語処理ですけどまあグーグルなんかやるタイプですけどそれを言語単語に分けてその単語の頻度解析をするというようなことになりますこれはグーグルがまあ言語処理で一番プリミティブになりますけど 配列の場合はエキセルの形にするには頻度データに持っていくと、まあ、そういうことですで今回聞いていただきますのは我々はそのタイプの例を示したいと思いますであのこれはあ,のあれですけど、まあ、一応こういういろんな培養の関係のこういうデータがあった時もちろん皆さんはこういうよくご存知の UCSC の ゲロンブラウザーみたいであヒストンのこの辺りはヒストンのアセチル化が起きてるなとかそういうのトランスクリプションついてるなこ,れこういうことよく見られますけれどえこれはこれですごく重要ですけどこればっかり見てるとなんか人とと同じことしかでできないわけです、ね、まあ言,われ言ってみたらどっかの JTB のなんとかツアーみたいなもんでなんか決まったこうコースで旅するようなもんです。こういういのは それに対してもちろん UCSC とかいろんなところからえこういう数値データをそのままダウンロードできるわけですね。でこういうものはもうそのまま AI に乗りますで。我々も時々やることがあります。でもまああのあ今回聞いていただきますのはあ配列データの方です。それであのー 我々のグループっていうのは大体2000年の当初から次の説明によって2000年の当初から AI のゲノム配列データの解析にまあ見,見せられて一貫してこの分野に携わってきていますで今回は今回のセミナーではあの和田健之介先生が我々が普段使っているのは Windows で非常に使い勝手でいいやつなんですけど今回このセミナーのために その和田健之助さんが Windows10 でも Mac でも Linux でも動く Python で書かれたプログラムを提供してくださいましたのでそれであの手島さんが言ってくださったあのサイトに行くとその和田先生が作ってくださったこの場合は言語処理的な配列解析に使われるプログラムがダウンロードできるようになっています。 であの今回そのプログラムの詳細をどんどん演習するっていうよりはあまあもちろんそれもあのされていいんですけれどあの、まあ、今回皆さんまだ AI ちゅいうものに対してすぐ使ってみたいというよりは AI ちゅいうものがもし使い自分が使えるんならどういうことに使いたいか、まあ、そういうことを頭の中でイメージしていただくということが主になると思いますのでえっとまああのあえっと今日は実習は まああのやりたい方はしていただくということで最後にあのまた実習の時間がありますからその時に私が横に着くというような感じでやりたいと思いますのでまずはあ AI チームのはどんなぐらいに身近なものかということから説明したいと思いますであの私はあの古道に関しては結構うるさい人間でしてまあ1980年90年代は ことんのことは世界で俺が一番詳しいんじゃないかなと思ってた時期もありましてまあ人がそう思うとあと2、3人世界にはいるかもしれませんけれどまあ、まあ、あの自分はもう世界で一番ぐらい思ってた時期があるんですけどこの時にえ共同研究者の金谷先生と一緒にこれ PCA を使った解析を一時期していたんですねであの当時2000年代ですからあの結構ゲノムの微生物のゲノムが 配列決定されていた時期なんですけど、まあ、金谷さん、あの、その当時は全部、ゲノムが決まっていた、まあ、数十種類のバクテリアに関して、まあ、PCA をかけたと。で、この PCA を、あの、ある意味、えー、SOM っていいますか、我々も一括学習型の BLSOM という AI にかけてみたと。そしたら、 池田さんこんな形に出ましたと言ったわけですね。あのいわゆるそれぞれの生物種の遺伝子のそれぞれのお遺伝子が子供有生児を見ると生物種ごとに集まると遺伝子の種類によらずに生物種ごとに子供有生児が集まるということが出たわけですね。でまあ、私としても 自分は古ドでは世界で一番詳しいかもしれないなんて言って思ってたのにこれを他人にやられてしまってはもう元もともともありませんからそれ以来、えー、一括学習型の BL ストンブを使うようにしていますそれであの、まあ、まあまあまあこの頃は寺院の時代ですかまあまあ遺伝子やってたんですけどあだ,んだ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 んユーカリオートはゲノムまで決まっユーカリオートのゲノムも決まり始めた時期があります。 で、まあ、あの当時私の研究室にいてくれた阿部さんがあ今度はコドンじゃなくて4連塩基の b l ソムをやったというですねそうすると確かに生物種ごとに微生物ががっちり分かれるわけですこれはコドンでないです4連塩基ですからがっちり分かれますそれからこれは当時分かっていた、えーまあ、当時分かっていた全ての進化生物の 4霊園基礎生を p l ソ o ムにかけたとそうするとこういう具合にしてきれいに分かれるいわゆるユーカリオートですからいわゆるコーディングリージョンよりはずっとノンコーディングリージョンの方が多いわけですけど見事に分かれたということですで,、まあ、ですからジーンに最初出して次はゲノムリサーチという感じでジーンから遺伝子からゲノムに行ったと、まあ、こういう感じになっていますそれであのここからは 池村さんもう10年ぐらいいつでも同じ話するんじゃないというところに入ります。であ,のある東大のいわと高木先生があ今も東大教授かどうかちょっと分かりませんけど対将ご体感されたかどうか分かりませんヒトゲノムの配列をもしも新聞に印字したらどのぐらいになるかっていうのを言っておられてまあ長官の新聞の25年分だと。 ということを言ってられるわけですねで今あの全部のゲノム配列っていうのは、まあ、何種類か分かりませんからこれもちょっと古いですので今3万ゲノムの頃を計算すると、まあ、50万年分長官の50万年分ぐらいがになるですから今ですと長官のまあ 200, 年200万年分ぐらいかよく分かりませんけどともかく、えー、新聞にしたらとんでもないことになるわけですね。何しろ人ゲノム新聞もあればフグゲノム新聞もあれば。 カエルゲノム新聞もあればいろんな生物がありますけどで私がいつでも言う質問はもしもそういう200万年ぐらいのそういう大量な朝刊の新聞があった時それバラバラにしちゃってでバラまくとでまあこの時の住み全体覆い尽くすほどバラバラにこうするとそしてその新聞のヘッダーとか全部取って 単語だけ数えて、もう一回戻せますかと。フグゲノム新聞もイネゲノム新聞も ATDC しかないとで我々は4連なら4連のものをしますけどまあでそんなその ATDC しか書いてないようなそのゲノム新聞をバッとばらまいて戻せるなんていうことはありえないと思われるかも分かりませんけど微生物に強い方は。 微生物だったら1ページごとの GC% パーセンを計算してみたらいいんじゃないですかとウイルスぐらいだったらかなり GC% パーセントで分かれますよとバクテリアだってかなり GC% パーセントで分かれますよだからバラバラにしたって GC% パーセントその配列が GC% パーセント計算してすると結構分かれるんじゃないですかと多分微生物に詳しい方は言われると思いますただユーカリオートまで含めると同じ GC% パーセントを持った生物なんて山のようにいるわけですから それはあままりにも単純すぎますぎそれならばもしも GC% でダメならば2連にしてみたらどうですかと2連の頻度を数えてみたらどうですかとそうすると同じ GC% を持っていても2連塩基礎性を見たら結構違うじゃないかということがすぐにわかります。 で2連でやってもまあちょっとうまくいかない生物があればしたら3連にしてみたらいいんじゃないですか六64の単語にしてみたらいわゆる GC% パーのようなワンパラメーターから変数が増えますから結構分かれるんじゃないですかそれでもダメなら4連にしてみたらどうですかしたら256の単語ですよそういうワードカウントをしてみたらどうですかでこういうものは人工知能はとっても楽です。 人工知能は全く楽ですでこれがまあ,あだいぶ昔の、まあ、10年ぐらい前からいつでも示している写真になりますけれどこの当時真核、えー、生物はまあ13種類のゲノム配列しか分かってなかった時期ですけど真核生物の13種類のゲノム配列を中心にしてこの場合3連延期の頻度三連延期の頻度 PCA をかけましたと。まあちょっとは。 分かれるとでこの場合ルールはああのあまあちょっとは分かれるけど、まあ、真ん中あたりいろんなものずっと混じっちゃってると。で1 0キロに切ったということは大体1ページ分です新聞1ページ分ぐらいだったらこうなりますとだけどこの PCA の PC あのいわゆるあの第一成分第二主成分のこの値を初期状態にして人工知能にかけたと。 そうするととゼブラフィッシュ新聞はほとんどここに集まるでここに黒がありますけど黒はここのニューロンあるいは濃度に、えー、違う生物の配列が入っちゃったら黒にしますよということですから、まあ、真っ白あのこの色がついてるということはあ全く一つの生物のーページ新聞のページだけからなるニューロンがありますよと、まあまあ、そういうことです。 で、あの、これは、10キロですから、大体、新聞1ページ分ですけれど、新聞10ページずつ、こう、ホチキスで止めて、ホチキスで止めて、それで、そのワードカウントでやるということをすると、人、ゲノム新聞由来のページは、ほとんどすべてここに来ます。フグ由来新聞は、ほとんどここに来ます。これは、えー、っと、なん、えー、っと、稲ですか。稲、稲ゲノム新聞は、ここに来ます。で、まして、4連になりますと、 もうほとんど苦労が目立ちませんまして、えーうん、10ページずつとホチキスで飛べるようなもんならもう完全に分かれます。それで大事なのは人工知能に計算するときに与えているのは 頻度だけです。ワードカウントだけです。生物の情報は一切与えていません。生物の自己組織がですから自分が近いもの同士を集めただけです。そうするとこういう場合に分かれるわけです。で、これのなぜこんなことを分かれたかということをあ人工知能は言ってくれます。これが理解説明可能 AI の特徴です。なぜこれは分けたかということを言ってくれるわけです。 これが理解可能、理解可能、説明可能な AI の特徴です。で、これがさっきの4連で、四連で、まあ100キロですから、まあ新聞10ページずつ集めたこれが4連です。この4連のなぜこう分けたんですかと、人工知能に聞いてみると、実は AAGG という4つの言葉は人のゲノム新聞のどのページを見てもとっても好きなんですよと。それからゼブラフィッシュゲノム新聞はどのページ見ても割と嫌いですよと。AATT なんかとってもフグゲノム新聞も嫌いですよと。だけど人ゲノム新聞は AATT は好きでも嫌いでもない真ん中ですねと。ただ稲ゲノム新聞はとっても AATT は好きですよ こういう具合にしてなぜ分けたかという人工知能はこういうことをしたかということを説明してくれるこれが説明可能型人工知能ですであのこういうことをやると遊びでやってるんじゃないかと思われるんでこういうことで実際どういうのに使うかということですけれどこれがビッグデータ解析ですでこれもちょっとあの新しいちょっと古いですけれど その時点で人類が知っている全ゲノム配列を1枚のマップにスパコンで人工知能で乗っけますでウイルスもミトコンドリアもヨーロク緑イも原核生物も真核生物も全部分けますえ全部乗せますこれはあのまあ世界で最高レベルのスパコンを使えばこういうことはできますでこういうことができるとどういう メリットがあるか、ちゅうこと、これは、あの、メタゲノム解析なんかに一番いいわけですね。メタゲノム解析ですけど。で、あの、あの、まあ、例えば、こういう使い方をします。あの、これは、あの、主に安倍さんがやって、私は名前だけ入れてもらってる、まま入れてくださってるようなわけですけど。マダニが、これは、あの、えっ、ー、と、北海道大学の、人授共通、えー、人授共通感染症センターとの共同研究ですけれど。っていうか、まあ。 私はあの名前が入ってるだけではありますけれどマダニっていうのはあの病原性微生物をあの伝播しますあの媒介しますでこの,このマダニの場合は、えーっとえっと、せっかくちょっと名前忘れましたけどとっても危ないウイルスをそれも関西から南の地域で 致死、えー、が40%を超えるようなそういうすごいウイルスを持ってます。で日本の中で何人かの人が死んでいるいわゆる新興感染症があります。えー、っと何つったかな高温なんのなん何か有名なウイルスがあります。でこのウイルスがもともとはタヌキとかそういう,う野生の生物が持っててそれをマダニが吸って それでそれをまた人が刺してそれで人に感染するっていうんですけどこれこの頃ペットにも移り始めてんですね。ですからペットからこれが人間に移るっていう可能性が出てきて例も出てるわけですけどまあそういう時にマダニからいろんな世界のいろんな国から集めてるはずですけどマダニからマダニからいわゆるマダニの体すりつぶして。 それでそこから取ってきて、それでこの場合は RNA も見えるようにしています。あれいわゆるリバースでして、それでメタゲノムにしています。で、あの、良さというのはですね、あの、良さというのはい、一般的なメタゲノムで使っているリボゾーム RNA っいうのは、これウイルスは持ってないんですね。ウイルスは持ってないんですけれど、お実非常に危険なあウイルス、いわゆる非常に危険な 病気ののの多くのものはウイルス感染症なんですねですからウイルス感染症みたいな医学的に使うときにはむしろああいうリボゾンマレネを使う方法ではどうしてもいけなくて我々が使っているタイプのものが使うことになりましてマダニで媒介する病原性微生物を分けているという、まあ、そういうことにもちろんあのいろんな微生物も同時に分かれますけどウイルスも全部分かれるという、まあ、そういう使い方が されていますそれでは進化には進化にはどういう形で AI は応用できるか進化にどう使ったということですであの2009年の頃に私今長浜バイオ大で、えー、卒検生持ってましたから卒検生が来て何やりたいですかって聞いたら当時インフルエンザが 当時は新型インフルエンザって名前になりましたけど、言われてましたけど、新型インフルエンザがわーっと流行ってて、先生、僕、インフルエンザやりたいんですと。まあ、そういうことを言われるわけですね、学生さん。岩崎くんっていう学生さん。インフルエンザやりたいです。で、僕も、それから当時、状況でいてくれた安倍さんも、インフルエンザなんかやったことないわけですね。で、学生がやりたいってで、やり、やりなさいという、いうわけですけど、この時に普通だったら、 先生が全く知らない分野のことを学生がやりたいって言ったときにそのよく勉強しなさいと今インフルエンザでは何が分かってないのかどういうことが分かっているのかこれからどういうことを明らかにしたらいいのかよく勉強してから研究しなさいこれは普通ですねだけどこれをやっちゃうと最大の欠点があるんですね。最大の欠点がある なぜかというと、そんなことしてしまったら、他の人がやるテーマと非常に似てしまう特徴が出ないことなんですね。で、サイエンスの中では特徴のない研究というのは、これはあまり硬いですけれど、それほどいいわけ何もその人がやる必要もないかもしれないですね。で、我々は、まあいいや、勉強しないで人工知能に聞いてみとこうやるわけですね。人工知能に聞いちゃえと。 であの素直にあの当時の学生さんの岩崎君は当時分かっていた A 型インフルエンザのすべての5350株を4連期に基づいた BLSOM 解析をしました。でこの インフルエンザっていうのは8本のセグメントからなってますからこの8本のセグメント全部が揃っている、まあ、ゲノムがコンプリートゲノムが分か,かっている5,350株を人工知能にかけたということです。そうすると驚くべきことに予想もしてなかったんですけど上がたいわゆるインフルエンザは H1N1 とか H3N2 とか上がたがあります H5N2 とかありますけどあがたの種類によらずにほとんどの 鳥由来株はここにいったわけですねからアガたによらずにほとんどの、えー、人由来株はほとんどここにいったわけです豚はここだし馬はここってこんな感じになりますところが当時流行り始めてたインフルエンザの新型と当時呼んでた株はここへ来るわけですね微妙なところに来るわけですこんなところに来るわけですそれでなぜ 新型はこんなところに起きましたかということは、まあ,あ、これは説明理解可能型 AI ですから聞けますね。理解可能型 AI ですから聞けます。理解可能型ですから。と、AGCG っていう4連は、鳥由来株はとっても好きですよと。 人由来株は AGCG っていう単語はあまり好きでありませんよと。新型株というのはこれは人から取られているのに人ではなく鳥居の性質を持っている。CCAC もあがたによらずに鳥居由来株は好きなんだと。であがたによらずに 人由来株は嫌いなんだと、この言葉は。だけど、新型株は人から取られたのに、豚とか馬とか鳥と一緒に好きだと。で逆に、悠々悠々っていうやつは、あがたによらずに人由来株は、あれ、だんだん電池がなくなってきたから人、人由来株は、 言う u う,うは好きで鳥由来株はあがたに言わずに嫌いで新型は鳥型だと。それならばこの新型株は進化の過程でどうなるだろうか。この新型株はどうなるだろうか。で我々は多分か,かなり早い時期に 鳥型型かから人にに変わわるんじゃないかといとううように思ったわけで,す、ね、であのこの新型ガブが進化の過程でどういう場合に変化するかということでコドンもやりましたしダイヌクロチドもトライもテトラもやりましたけど、まあ、まあこういうものに関して言えばこういうものは多分減るんじゃないかと何しろ上がったによらずに違いますから必ず減るだろうと。 であの少なくとも人工知能の発見からの予測というのはこういうものは逆に増えるだろうと多分増えるだろうこっちは減るだろうとそういう形に大胆にも論文の中に明確にそういう予言をしとくわけですね。であのこの時期はあのもちろんペーパーですから、えー、仕事が終えて。 あの本当にプリントアウトでして印刷が発行されるまでにちょっと時間がありますけど要はこういう予言をして論文を出すわけですそれで1年後に見ますとこの人工知能に導かれる予測のすべてが当たってるんですでべてが当たってるっていうことをあの、えー、示したのがこの BMC インフェクトや DD こっちのペーパーですけど 人工知能の予言が全て当たるわけで,すでまあ進化の人ですからなんかアライメント取らないとまあなんか不安かもしれないんでまあアライメント取った結果もします。えー、流行の最初一番最初に、えー、アイソレートした株は2009年の4月だったんですけどこれから1年後ぐらいに、えーえー、分離された107株の配列とアラインさせてそれで 最初の論文で増加すると予想したオリゴヌクレットとかコドンの総数を緑で減少すると予想した方の総数を茶色で示すと全てのセグメントに関して増えると予測したものは必ず増えているし減ると予測したものはほとんど全て減るわけです。いわゆる人工知能が言ったことはそのまま1年のうちに インンフルエンザウイルスで実現してるわけですなぜこんなことが起きたんだろうかそしたらエボラではどうだろうかってまあまあそう思うわけですねであのちょうどこの2014年頃からエボラが行り始めたんですねであの2014年ぐらいに <laughs> 私もいわゆるあのラボを畳むっていうか、まあ、定年っていうかまああれで まあ、卒研生も,も,たも,も持たなくていいっていうのか持てなくなるのかよくわかりません卒研生もいないし大学院生も持たなくていいのか持てなくなるのか分かりませんけども、まあまあ、持たなくなってあとは自分一人で好きなことをやりなさいって言われるようなまあまあそういう身分になったわけですね。ですねでこの時皆さんの経験はあるか分かりませんけどあの時 世界中に広がるかもしれないっていうの新聞はこうなんかすごくこう騒いだような傾向があるわけですね。でちょうど私ももう卒検生を持たなくていいし、まあ、持てないのかわ分かりませんまああれはなんであ自分で全部テーマ決めたらいいと。でどうもその人類というのはいくらきれいな系統図を書く方法を開発したり。 その縄文人と弥生人がどうなってデニソワ人がどうなったっていうことを一生懸命解決したけれど、うん、でもエボラで人類が人類絶滅危惧種になったら意味もないじゃないかと人類が死んじゃったらいくら綺麗な系統地を描く方法をしちゃってしょうがないんじゃない、まあ、人類が絶滅危惧種になったら困るんじゃないかというように、まあ、単純に思いましてまあどうせなら エボラの弱みを少しでも人工知能なりを使って自分の研究を使ってなんかそのエボラの弱みがつかめないかというように思ったわけですね。でなんかあの自由な立場になりましたからこういうこういうパスツールで行われたエボラの会議なんかにも出席したりして、まあ、ちょっとポスターなんかも出したりしたんですけどでこの会議はエボラがうん こののの人らの努力でで収束したホッとした、たと時の会議ですね。これはエボラはもう一応これ以上大きくならないということになってほっとした会議ですけど、まあ、この時に私思ったのはやっぱりエボラあの時のエボラが、えー、たくさんの人を殺してしまったエボラのあの時のゲノム情報っていうのはずいぶんたくさん溜まってますからああいうものからなんかエボラの弱みをつかめないかなと。 ということを思ったわけですで。エボラは実は RNA ウイルスですから極めて分子進化速度が高いわけですね。であの今回のエボラの前回のエボラはギニアで始まってシエラレオネとリベリアに広がったわけですね。でエボラというのは人種共通感染症と言われていますけれどもともとコウモリの中が自然宿主ですしコウモリの中でコウモリの中で 感染をしている間はあまりコウモリに影響が出ないんですね。だけれどこれがあのコウモリがからのエボラがまあいわゆる猿とか人に感染すると重篤な病気を引き起こすわけです。で前回のあの西アフリカのはどうもコウモリのなんかその時の会議の英語で聞く限りはコウモリがの噴火なんかが そのバナナかなんかについてそのバナナを食べたサルがまず発症して死んで,で死んでたんで都合がいいと思ってこのご主人が家へ持って帰ってみんなで食べたとそしたらここでエボラの感染が始まったと人ト感染が始まったということのようです。であのこの時やっぱりエボラっていうのはとっても。 本当に人を殺すかもしれないといういやいやいや人類に対して多大な脅威を与えるかもしれないということもあったんでどんどん配列を決めていかれました特に中心ヨーロッパのグループを中心になってそれで何月何日にその株がアイソレートされてというような感じでアノテーションが入ってそれで1200僕が解析私が解析した段階では1279の ゲノム配列が出ていたわけです。それでこういう日付が入っていますから時系列の解析ができます。それでまあこの場合例えば A パーセントっていうのを各ゲノムに対しての A パーセントを測ると、さすがあの進化ですからで400日ぐらいの経過しています。400日え結構データばらつきます。ほとんど同じ日に取られた。 エボラでも A パーセントもかなりばらついています。C パーセントもばらつきます。いう、えー、G も。でもこれ統計学っちうのはなかなかのもんでして、これ統計検定をやりますとこれも優位にこれが下がっています。で重要なのはあのギニアで発症してリベリアとシエ,シエラレオネに入ったんですけど、一生懸命一応国境は閉じてるんです。まあ少しは漏れたかもわかりますけど、一生懸命。 国境を閉じていますから、えー、その入ったリベリアとシオレルヌが入った後は独立に進化しているということが分かっています。それもも疫学的にも分かっていますだけれど統計学的に見れば全く優位にばらつきはあるのに、えー、リベリアでもギニアでもシオレルヌでも優位統計的には極めて優位に減っています。でもまあ 私など、まあ、その統計が、まあ、いわゆる実験屋ですから、まあ、元が実験屋ですから、えー、これではちょっと嫌だっていうんで月別に集計しますその月ごとに集計しますでその月の平均値をプロットしますそうすると誰が見ても明らかなようにリベリアも減るシアラルデモも減るギニアも減るこれは、えー、国境を閉じているから独立に進化しているけれど同じ傾向だ C% は上がる G はちょっと あやふやだと、いうパーセントはすべての地域で下がる。こういうことが出るわけです。これはあの進化であって独立ななんだけれど、同じ傾向でします。であの大腿骨療治療がどうかということになるとますますきれいに地域によらずに傾向は同じです。 でもちろんあのモノヌクレオチドで変化してますから大ヌクレオチドでも変化して当然ですけどもちろんあのいわゆるモノヌクレオチドから計算する期待値で観測値を割るっていうようなことをやっても明らかに進化でありながら、えー、同じ方向の変化をすするわけですそんなら何て考えたらいいんだろうとどうしてこんなことが起きたらと考えたらいいんだろうと。 いうことですけれど非常にいいアイデアがありますで、これはあの日本語としてちょっと変なんですけど人の細胞はそれほど人よしではないと人の細胞はそれほど人よしではないどういうことかというとえエボラというのはコウモリの中で今までずっといたとでコウモリの中で育っていたエボラが人に入って人の細胞で増えるときに人の細胞が このエボラが理想的にグロースできる状況を提供はしてないだろうとそれほど人の細胞はお人よしではないだろうエボラというコウモリで生えていたものが人に入ったときにそれを理想的に増殖させるほどお人よしではないだろうあとは入った後は自分の努力でよりよく成 よよりくく生きていい、以外はないと、まあ、まあそういううことです。でそうだとすれば、えっと、他の人獣共通感染症でもそうだろうということになりますが、まあ、例えばあの当時並行してはや,ははやってたまずコロナウイルスというのがありますこれも RD ウイルスですけど、うん、まずコロナウイルスがありますけどこれもおまさにある方向を持った 形で五連のクレをちょっですけど、五連のクレという方向を持った変化をしているわけです。いわゆる極めて方向性がはっきりした変化が見られます。では次に最も大事なのはエボラがもう一回流行を開始したら今言ったストーリーがそのまま成り立つのかどうかです。で実は今えっとエボラは 今後でで流行り始めているわけですこれ 2, 3, 2ところが今後の場合は正常が不安定なこともあって最初の時のは極めてきちっと配列がゲノム配列がどん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 あのインターネットあのいわゆるデータベースに入ってたんですけど今回の今後はものすごくそれが行われていません、まあ、配列決定されてるんだと思いますけもほとんどん出ていません、まあ、今合わせても10株ぐらいしか、まあ、時々見ては10株ぐらいしかないんですけれどともかく ね当時今はそうですけど当時論文書く段階ではその今後のもありませんからああ将来的にも今言ったようなストーリーが再現されるのかどうかということを見る方法は実はありますそれはインフルエンザで検証すればいいわけですインフルエンザで検証すればいいわけですでインフルエンザで検証するということはどういうことかと言いますとインフルエンザの場合は 1920年代から流行った H1NH いわゆるスペイン風邪ですかね H1NH が1920年代から流行ったものがありますそれから H3N に香港フルでしょうかこれはあの1960年代から流行ったものがありますそれと2009年から流行ったうん新型がありますそうするとその A% で見ると例えば1920年から流行鳥から人に入ろうと えー、1970年代から人以外の生物から入ろうがそれから、えー、2009年にうんこの場合は、えー、鳥から豚にいて豚から人っていうタイプですけど、まあ、入ろうがあー A は上がると G は下がるとでここにをモってるのはこれは鳥由来株です。でトリーライカブは あたくさんのあがたがありますけど、まあ、ちょっとあがたの区別をしてないんですけれど鳥由来株はこれですそうすると鳥由来株から外れるようにいつも外れるように変化していくわけですです。からなんとなく頭の中のさっき人の細胞はそれほどお人よしではないと鳥や豚鳥で生えていた インフルエンザに最良の増殖条件は提供してないあとは自分が変わっていく以外ない、まあ、そういうことが言えるわけです予想されるわけですであのここに B 型株が書いてあるんですけどこの B 型株っていうのはこれはあの人の B 型株でして、えー、のこれはあの今はもう人でしか生えられないタイプ鳥に戻れなくなったあのインフルエンザですけど。 なんとなく、えー、この B 型株に向かっているように鳥か,ら鳥から離れて B 型株に鳥から離れて B 型株に行っているような、まあまあ、そういう傾向を示します。であのー、再現性のあるこういう変化をインフルエンザとエボラとマーズでも明らかに、まあ、いわゆるえっとまあいわゆる論文にはインフルエンザの例が中心ですけどあとエボラとマーズもさっきのデータみたいなものを。 し示しましていわゆる進化ではあるけれど再現するタイプの進化だとでなおかつ予言性もある、まあ、まあそういうことを発表してきたわけです。で、まあ、こういうことをやるとあそれでその時のペーパーでちょっとこれあの日本語で書いてありますけどペーパーはちゃんと英語で書いてるんですけどあのこう詳しく見ますとですねそのちょっとこの。 に新型株がなんかちょっとこう変な感じのこう逆行をするんですねでちょっと言い忘れましたけどさっきこれ、えー、あのこういう古い頃の株っていうのは1年ごとぐらい1年ずつに、うん、あのまとめていますっていうのはあまりにもあのそんなにたくさん株がありませんでさっきみたいにエボラみたいにこのあエボラは1か月ずつでしたけどインフルエンザの場合はあの、うん、1年ずつの平均値をとっています。 ただあの新型株っていうのはまああの次世代シーケンサーとかいろんなシーケンサー出てますからもうたくさんありますから月ごとに見守っているわけですけどでもなんかそのこういう見方をすると進化速度がインフルエンザのあがたによって違ってるように見えますけれど実はこれはそうではありません。あのインンフルエンザがああまあまああの考え方で一番直感的には H1N1 はいかにもその進化速度が速くて H1N1 とかは遅いとかまあまあちょっと思いがちですけどこれは全然違います。でこれはこちらの H1N1 とか H3N2 はこれは異なったパンデミックごとの異なったパンデミックごとの変化いわゆる進化速度です。違った パンデミックごとですところがこの H あの新型株っていうのは月ごとですから1回のパンデミックをこ,ここはこのラインは1回のパンデミックを反映しているわけですなぜこんな形になるのかっていうのはってこうウサギとカメの話かなんかでちょっと英語で書いたんですけど周りあれだとしますけどまあまああのでその論文の中にこういうこと書いてるんですでこれは進化速度が違うじゃないよともしも H3N2 で,でここの年にたくさん株があって月ごとにちゃんとプロットできるんだったら僕はこういう場合になると思いますよとも書い予測するわけです僕はここにもしもデータがないんだけどデータがあるとしたらこれと同じようにこんなふうに変化するんじゃないですかとまあこれは論文の中で予言をするわけです。それで ありがたいことに H3N2 は、あの過去のにはデータがありませんけれど、この論文を出した後には流行が起きて、一回のパンデミックの間の株がたくさん揃っています。そうすると論文で予言したように予測したように、まさに一回のパンデミックは、 1>, 1回のパンデミック内の進化は一回のパンデミック内の進化は異なったパンデミック間の進化速度と明瞭に違って見えるまさに予言通りになっている、まあ、まあそういうことがわかるわけです。であの <laughs> それでえっとあとまあこういう再現性のあるこういう再現性のある 進化が分かるとどういうことがあるかっていうとこれはあまりちょっとあれですけどあの拡散飲薬っていうのをご存知かどうか分かりませんけどこの頃流行ってまして20とか30のオリゴノクリオチドをまあいわゆる診断用の PCR プライバと同時に拡散医薬として使ってますいわゆる SIRNA として実験系では SIRNA 使うともういわゆる細胞系ではバシッと効果が出ます SIRNA それを薬に使おうっていう人たちがいまして。 えー、バイラスの s i r n データベースなんかありましてインフルエンザでも50個ぐらいこういう核酸薬っていうのは今日本ではあまだもちろん世界でも本当に医,医療としては使われてません、えー、ほとんどあの市場は小さいですけれどでも期待はされている非常に期待はされているやつですけど、まあまあ、こういうものを s i r n しますとあの実際 s i r n で見るとまああの うん、その siRNA でいいですよって言ったやつなんかもあるときはいいんですけど、やっぱそういう配列の時系列言いますとあるときはいいんですけど、だん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 こう減っていっちゃうんですね。で、薬としてはこんなもの困るわけですね。こう、あ、こう、ある期間は薬としてはまあそのポピュレーションの中のインフルエンザのポピュレーションの中のほとんどが一ですから、ポピュレーションのほとんど、ど コピレーションの8割が持ってる1割がいわゆる100%持ってるんだけど速やかにこう減っていくっていうのは、まあ、こういうものは薬としては困るわけですね。であの時系列をちゃんとしますと、えー、こういう具合にして、えー、全てこう減っていくものに対して1ベースだけ上がるものを見るっていうようなことができますからいわゆる待ち構え型の拡散 がデザインするまあまあこういう実用がありますけど進化の中ではそれだったらなぜこういうものはどんどん減っていいくののかこういうものはどんどんんなぜ上がっていくのかあるものはニュートラルだろうけれどあるものはアドバンテージアスだから上がっていくいわゆるヒチハイク的に言えばたくさんたくさんのニュートラルがいてだけれどどれかはヒチハイカーじゃなくてドライバーだと。でドライバーを 探せるかもしれないとたくさんのニュートラルだからドライバーを探せるかもしれない何かが有利だからこんなことが起きてるんだと、まあ、そういうことが可能性があります今それをやってましてこれは MIRNA トのインタラクションっていうか視点でいきますとなかなかドライバーが見つかるという感じになってるんですけどまあそれはあの、えっと、今回は省くとします。でちょっとえっと、あとはえっと実習的な感じの今度、えー 実習っていいますか、まあ、あのいわゆる人工知能のやってることと、えー、などんなことを人工知能がやってるかということを示したいと思いますであの今我々が使っているのはあのいわゆる配列ですからこれをエ,エキセル型のスプレッドシートにするには頻度でかワードカウントをしてるって言いましたであの Google なんかのいわゆる言語処理ももちろんそうですけどでその時に 今回やってるのはどんなやり方をしてるかというと、えー、今例えば5種類の地方新聞をに着目してくださいその地方新聞の二千各地方新聞の2,000ページずつ集めてくださいそうするとあ1万ページが集まりましたねとでまあここで神奈川新聞と京都新聞とまあ朝日新聞とか あ日経とかなんか集めるあるいはまあ日経っていうまあ地方新聞でいいですねそれでその地方新聞の中で1ページずつ横浜とか鎌倉とか先奥とか祇園とか富士山とか浜松こういうもののワードをカウントしてくださいとほんで初期状態としては初期状態としては新聞とは関係のない 無関係の、まあ、例えば週刊誌のいろんな週刊誌の2500ページを集めてくださいとこれもできますよねまあ、えー、地方新聞5種類集めることもできますしこういうワードカウントすることもできますし週刊誌のページに2500ページ集めることもできますとでこの週刊誌の方を 50×50 50の xy のこの2次元の格子の上に週刊誌1ページずつ置いてくださいと。それで この今度は日本の新聞地方新聞に関してコンピューターには新聞の種類を言わずにあのワードカウントだけで与えますで1ページ目のこのカウ新聞の最も近いワードカウントを持っている週刊誌を探させますでこれはあのユークリッド距離ですから膝に言えば千次元空間でのユークリッド距離が一番近い この週刊誌のページを探させますそうするとこのページをここのページのここだけじゃなくてそのかなり広い周りを周りをこの最初の新聞のワードカウントにずっと近づけます95%までその新聞の言葉遣いに変えますただ5%だけ元のワード週刊誌のワードの あれを残しますこの辺りここだけじゃなくてこの周りをうんと最初の,あの新聞のページに近づきます2ページ目を持ってきてここへやったらこの辺りがこの新聞の言葉遣いにうんと近づきますで3ページ目を持ってきたらたまたま、えー、こ,のこの1ページ目最初と同じしあの新聞だったら、まあ、この辺りどっかに来る可能性があってますますこの辺りはこの,この最初の新聞と似た。 言葉遣いに変わっていくまあこういうことをどん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 えっと全てのページについてやっていくしそれからさっきのこの大きさとかさっき言った95%とか5%とかそういうところを少しずつ落としていくとそういう形にしますそうすると結局はこういう形で神奈川新聞と京都新聞と静岡新聞は分かれちゃうまあまあそういうことです。 でもこういうとまあ池原さんはそんな当たり前に地方新聞のこんなこんなこんな言葉を選んだらうまく分かるに決まってるじゃないっていうまさにそうですけれど我々がやっている人ゲノム,ゲノム新聞は3連なら3連のすべての64を使ってますし4連なら4連の256べてを使ってます。 それからあとはここで入れていく順番が大事じゃないとここを入れていく順番が大事ではないということなんですけどこれはあのえっとあの高年先生のオリジナルのソムでして我々の場合はあのいわゆる BL ソームという感じでビッグデータにも一括学習型という形になってましていわゆるえこういう順番によらない形になっていますまあまあこういうことがある意味であーあー今日おく お配りするていますで、まああのことを言い換えればあのいわゆる出生分分析というのは線形写像である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 がゆえにあのこういうところにまあどれがいいかまあ、まあ、この辺りの下の方に行くやつと、まあ、下の方に行くやつと上の方に行くやつは、まあえー、どうしてもうん 面の上で脱退させざるを得ない。でも、あの、えー、我々のやってる人工知能みたいなまあ非線形写像であって、実は、あの、量子のゴムのようにフレキシブルな形になっている。まあまあ、そういう感じですけど、まあまあ、このあたりは、まあまあ、これだとして、それではちょっと、それで、あの、えっと、えっと、えっと、最初に示しましたのこれは、あの、今まで示しましたのは、 ワードあの配列をワードカウントに直すという数値ですけどえっと長販売を題の組んだ先生方が選ばれたのはソニー開発のニューラルネットワークコンソール収識なしコーディングなしのディープラーニンであのリテックスコムから教科書が出版されていますけれど実際はあの Windows 版をダウンロードすると日本語のマニュアルがついていますでこのマニュアル通りにやると ままずパッと動きますただ自分のデータでやると一箇所だけ僕は失敗しました一箇所だけ失敗しましたけどそれはそうあん、ま、ちゃんとマニュアル読めばいいんですけれどその座標を定義するときに x のまああのいわゆるあのえっとアンダーバーのアンダーバーの0とか。 X のアンダーバーの1とかいうのがあるんですけどこれは実際はアンダーバーが2つのアンダーバーです。なんて,ななんていうのダブルアンダーバーっていうんですかアンダーバーなんですけどアンダーバー普通はアンダーバーっていうのはアンダーバーですけどこれ2回アンダーバーをしないと受け付けません。でここだけが僕は うまく自分のデータで動かなかなったですですから何かご自分でされるときに変数を入れるときに xy で入れる方が一番楽ですけどその時にアンダーバーは2回,を2回のアンダーバーにするそういうことをすると思いもかけずうまく動きますあのこの本よりはこのマニュアルをやっていきますとその通りに動きますから最も楽です。それで えっとそれでああのない あの今回それで手島さんがあ,のあそこに上げてくださあのアップしてくださったやつは、えっと、オリゴヌクレオティド組成解析用のプログラムになってますれいわゆるワードあの配列解析用です。でもちろんあのえ別のオリゴヌクレオテドではなくてよくてエキセルの形だったら動きます。まあ、ただ少しあの、えっと、中をあの Python のちゃんとコード見ないとえちょっとだけそ,れはそのぐらいのことはしないとダメですけどまあ あの Python のソースコードについていますから、ああ他の多様な課題にも転用が可能だと思います。で、あのプログラムを作成された和田さんは AI の専門家で、あの本年度の後半に、ひょっとしたらあ長浜であの講習会をあの本当にプロが講習会をやってくれるできそうです。であのただまああの 注意するのは今回のプログラムは本当にビッグデータが解析されるできるようにすごい高速化がかかっています。もうすごく凝ってそのマシーンのすべてのあのスペックを使うコードに並列化されています。従いましてあんまりあのジムで使っているようなパソコンでなんかやりながらジョブを走らしますと。 えー、ものすすごいいななんかんかろ影響が出ますあのクラッシュするというようなことはないと思いますけどただハードディスクに書きに行ったりするときにもともとハードディスクが、えー、かなりこう満杯になってたりするとこれはあのどうしてもダメです。あ,のあまりそのだからあのいわゆる、えー、あまり事務用に使ってる大事なコンピューターでやると最初にやるとちょっと怖いです。あの何しろあの 巨大なゲノムでもできるようにすごい高速化された本当にいわゆる実際の研究にに使えるように作ってくれてますだからあのソ,ニーのパイソニーのやつもこれあのソニーがあの商売にしようとしてまして皆さんが Windows 版をダウンロードして使えますけどこれもあの、まあ、まあなるべくだったら CPU が複数あるタイプのもので これもソニーは本当に商売にしようとしてますから本当の本格的なプログラムのようですでこれはあの Windows 版しか配布されていませんけれどクラウドがメインですで僕はそれクラウドを使ってませんけどですからクラウドを使うとある程度のジョブまではタダでできるようです無料お試しっていうのがあってクラウドでですから Mac を使っていようはいわゆるソニーの スパコンが動いて仕事してくれます。ソニーのスパコンが仕事してくれます。であのー、本格的にビッグなジョブをやると今度は課金に移ります。であのお金を払ってできるようになりますから,だからそういう点で言うと言い換け言い換えれば本格的に使えるタイプになっています。であの、お えっと、和田さんの作ってくださった方はアナコンダというものをダダウンンロードしておく必要がありますであのアナコンダの場合はあの Python のいろんな本体といろんなライブラリが全部一緒になってますからであの Windows 版と Mac 版と Linux 版がありますけれど和田さんの場合は最新の Python3.7 で動かすようにしてくれています。 それであのこれは注意で言われてるんですけれどここの,そのアドバンストオプションで Add anaconda to the system pass environment v a e いわゆるここはあ必ず入れておいてほしいそうですあのいわゆるパスあのいわゆるアナコンダで、えーああのまあ、あのプロはこれ入れずにいろいろパスを自分で工夫したりするんでしょうけどあのこう入れておくと 極めて使い勝手が良くなるようですプロはまたちょっと違う考えがあると思いますけど、まあ、これは使い勝手が良くなるアッドアナコンダトゥーズシステムパスこれにしてくださいそれからあのあ Windows いろいろ聞いてきますけど、まあ、あの実行するということでしてくださいそれでここがああの大事ですけれど先ほど申し上げましたように和田さんのプログラムというのは並列化を 極めてガンガンにかけていますから、あのいわゆるヘイスヘイ、Python で並列化を動かすためのジョブリブというのをおあらかじめ一、えー、回だけシステムに組み込んでおく必要があります。で、組んだインストールジョブリブこれを打ち込む必要があります。であのこの打ち込むのは Windows w i n d o の場合はコマンドプロンプト、まあ普段 Windows 使っている人はコマンドプロンプトを使う人、まあ すごく多くは、まあ、僕はしょっちゅう使いますけどいわゆるコマンドプロンプトの画面を立ち上げる必要があります、まあ。立ち上げ方は、まあ、で今回の実習の,あの,あの2回目の時に僕回っていますのでもしされるでしたらあれですけどいわゆるコマンドプロンプトで,で Mac の場合はいわゆるターミナル画面でコンダインストールコンダインストールジョブリュですでコンダというのはなんかアナコンダのシステムの中に、えー、いわゆるライブラリーをインストールする。 コマンドのようですそれで、えっと、何件も言いますけれどあそれでも、えっともと拡張紙をまずで今回ゲノムなんか持ってきた人いますかね自分がなんか興味があるからゲノムをインストールとかって書いてありますけど特になければあ,のあれですけれどあの、えっと、もしあのゲノムを本当にやりたいというんだってゲノム持ってきてる人はいればどんなゲノム持ってきてる ガッカエルカエル結構大きいんだよねでカエルだけ持ってきてるええあゲーゲーがそれで、えっと、カエルと他のものも持ってきてるカエル一つカエル一つあのなるべくだったらこう比較をする方がいいんだけどでもまあ一つだって動くのは動くんだけどあの、ね、そういううんと大きなゲノムやる時は練習用の時はね大体 であ,れかえー、とあんまりな長くつながってないスカホールド短い,、ね、短,いで短いスカホールドが多いのかいっ,い,、ね、いっぱいあるタイプかあのえっ、ー、とまああの,なんかあのそれもできるんだ,、うん、できるんだけれどうんと練習だけ考えたね練習だけ考えた時にえっ、ー、と一番大きなスカホールドどのぐらいだろうえ ああメガぐらいあるのねそしたらさ、まあ、例えば 2, 2メガぐらいあるのか、まあ例,えばまあ、例えば100キロベースぐらいのウィンドウでそれで100キロベースぐらいのウィンドウで大ヌクレヨチドぐらいでやってくれると多分そのマシンでも動くと思うああの、うん、それであのい,いろんな要求があるんでもしあ,のあれだったまああの母語の,の時に。 にに見に行ってもいいいんですいわゆるそういう意味であれですのであのあと大きなジョブもできますけれどやっぱり自分が普段使っているパソコンでクラッシュさせたら大変ですのでそういう注意はいります。であの今回皆さんがダウンロードできるところの「スタートジュピターバッド」ってこれはあの、えっと、Windows の方のためでジュピターのノートブックを使うわけですけどその作業ホルダーまあ ディレクトリーって、マックの人を呼ぶのかどうか、まあ。作業ホルダーを、いわゆるワークディレクトリーを、ここへ移す必要があります。これが絶対大事です。これあの、いわゆる、ノートブックを動かしているときに、自分はどこで作業していて。自分の、プログラムはどこへ入れてあって、それで、ファーストファイルはどこにあるかということは、大事ですから。まあ、必ず、この、えっ、ー、と、ジプター。テンバットで、これ、これは、あの、あの、和田さんが僕よに。 コンピューターが不得意でも必ず間違いなくできるように、こういうあのいわゆるあのえっとバッチファイルかなを作っていってくれます。これを叩くだけで、あの作業ホルダーがあ自分の目的とする場所に行けます。あの Mac を持っている方はあ自分で。 そのディレクトリを動かかすすこととができると思いますから、まあ、自分でディレクトリーを動かしてその作業ディレクトリーの中にプログラムを入れてほしいですしその作業ディレクトリーの中にファースタファイルを入れてほしいです。Mac だもんね,それ,ね、うん、それであのカウントファースタウィンドウステップサイズこれが、えー、とカウントであのいわゆる、えー、配列データから数値データに変えるためのでして先ほど カエルみたいなものですと結構大きいですからなるべくウィンドウは大きく取って練習ですから大きく取ってほしいですそれであのヌクレオチドもダイヌクレオチドとかまずやると動くのを確認できますそれからあのえっとこれが本体の,あのバッチソムのものになりますけれどこれはあの非常にそれであの プロセスとしては、あの、ウィンドウで、あ、これもあの、全部アップしますんで、あの、手島さんのあれにアップしますんで、あの、あれですけど、あの、スタートジュピターバットこれで、あの、いわゆるダブルクリックすると、あの、ジュピターノートブックが、と、あの、自分の作業ディレクトリーに,に移れますから、 であのファーストファイルがあるならファーストファイルがここにあるというような感じになりますそれであのやってほしいのはあこのまずカウントをいわゆるカウントいわあの配列データを数値データに変えるためのカウントファーストウィンドウステップこれ,これを選んでデュプリケートしてほしいです必ずデュプリケートしてほしいデュプリケートしてほし,し,しいです でデュプリケートするとこういう具にしてコピーしたものができますこういう具にしてコピーしたものができますこういう具にコピーしたものができますでこのコピーしたものをリネームで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 ,ームで名前を変更してリネームで名前を変更して,更してリネームで変更して それからまああの作業に移るということになります。それであの少しやってみようかと思いますけれど。えっと こういう形にするといわゆるそれであのさっきのあのあの混んだいわゆる並列化処理の並列化処理の並列化処理の ライブラリーはもう1回もうすでにやってありますのでその部分はもう、えー、と2回目3回目あるいは何回もやるときにはい,いりません、えー、し従いましてあのこういう形で自分がまずうウィンドウをな何らかのウィンドウをしたいときはデュプリケートするとあっ何か。 デュプリケートするとこういう形してコピーができるままこんな感じになるわけです。それでここにそのまま Python のソースコードがずっと出てくるわけです。Python のソースコード。それでさっき言いましたように って言いますかあのここがヌクレオチドレングスちょっと分かりづらいかもこの場合は5って書いてあるのが見えるからこれは、えー、5連延期を五連延期をする時はこの5ですけれど今みたいな変えるの時はこれは 2, 2ぐらいにしとく方がいいと思いますそれからここがウィンドサイズが今ここで1 0ロになってますけど、まあ、1 0 0キロに変えたりステップサイズを変えるまあここだけ変えるんでいいです。 カウントファイルするときにはここだけ変えるんでいいんですであのー、和田半っていうのはあの僕がコンピューターが弱いっていうことよく分かってますからもう、えー、すぐにここだけ変えればいいようにちゃんとしててくれてますここだけ変えればいいようになってますであのー、そうするとあとはずっとあのえっと、うん まああそれでもう一つだけ重要なことがありまして、えっと、この画面の中に Python の中にエディットという画面があるんですけれど、えっと、なんどうなっっちゃった、えっと、すませんノートブックの中にあれなんかハングしちゃったかなごめんちょっとハングしちゃあの このエディットというこのジュピターパイソンにあるこのエディットというものはあのあの気をつけてくださいこれエディットというのは普通の今画面をこういう具合にしてエディットする時に使うエディットではありません。これはえっとこういうプログラムのセルごとを編集していく時に使うのがエディットですから今みたいにしてこの 今みたいにしてここを2に変えるとかいうのは普通にこう変えてそれでえっとリネームしてそのまま走らせるという形ですこのエディットっていうのはこれえっとあの普通のエディットと間違えないようにお田さんジュピター詳しいんだとからなんかそんな感じだよね。というののは割合とセルこうプログラムのユニットをこう 入れ替えるちょっとちょっと今何かが起きているんでちょっとごめんえっとちょっとごめんですちょっとだけシャットダウンさせてもらいます。 であの今回ちょっと実際あれしたかったのはあのむしろこっちではなくて多分これは皆さんが使いたくなるタイプのこっちの方でしていわゆるこのソニーの方のあソニーの方の ソニーの,方のソニーの,方の,あのプログラムでしてあのいわゆるあの我々がもしも本当に研究に使おうと思ったら。 実は我々が研究に使おうと思えばこういうエクセルファイルさえ用意できればいいんです。であのさっき言いましたようにでこの場合は tRAD のトライヌクレオチドの頻度がずっと書いてありますけれどそれであの実際はこれは AAACATA G まあまあそういういものですそれであのこの場合あのソニーの,あのプログラムの中にもあるんですけれどあのなるべくこう規格化してあのデータは01の間に置いとくのがいいようです。そういう場合内部でしてくれることもありますけどあのこういう場合にそれさっき言ったあのアンダーバーが2つっていうのはここです。こ,でここでアンダーバーを2つするま。あまあこういうい形で この場合は tRNA の20の tRNA のすべての今ものに対してこういうデータセットを用意しておきますけれどあの人工知能の場合はなかなかあれでして賢くて賢くてというかあの2つ用意しておきますそれで 今の場合これはアラニン,ンからバリンの20の tRNA のまあトライヌクジョン頻度ですけれどこのこの場合ある半分ぐらいあるいはまあ8割ぐらいあまあ7割でもは学習に使います学習に使いますけれどそれと同じ形で学習に使わない隠しておくデータをいわゆる何かえっと自己知能がどんどん賢くなっていくときに 隠しておいて隠しておいて隠しておいてそれで後で教えてあげてこっちの問題が解けるかどうかといういわゆる本当に学習に使うものとそれからあと学習をよりいいものに変えていくためのその2つを用意しておくいわゆる学習に使うものと 隠しておくものを使って、て隠しているものを使いながらそれをまたうまく学んでくれなければいろいろな場所を変えていくそういうタイプになります あすみませんなんかちょっと時間の配分があれで、えっと、それであのえっと僕あれだよね9時半だよね。あのそれであのえっとちょっと知り系でともなったんですけど要はあの、えっと、もし、えっと、人工知能であの興味ある方はもしダウンロードしている方があればあの実習の後の実習の中に、えー、僕が横について、えー、のあれをしようと思いますんで。 あのちょっと時間があれになりましたんでですけどあのなんか質問等ありましたらえとお受けして僕のを終えたいんですけれど。